はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエモンスターズ3、煉獄峠魔界中級からやっていきたいと思います。これはメランザーナ、あ、灼熱一発じゃ倒せねえ。でメンツとしてはちょっと火力要因としてソルジャーブルーを鍛えたいのと、あと動く石像ですね、入れてます。なのでスライムナイトは外れて、ベホマスライムも外れてます。まあ、なんか回復はとりあえず今のところ呪文唱えなくても大丈夫かなっていうところなんで、火力によらせてベホマスライムは外してます。で今は秋なんで、これ季節変えるの超めんどくさいよね。でスライムベースは良くて、ストーンスライムは溶岩浴してて、ナスがいてがメインメンバーか、あとは季節が変わった時にどのモンスターがどう変わるかですね。メタルスライムがまたいる。結局まだ1回も倒したことない。でここはもう全員命令にしよう。メンツどうしようかな。ドラゴンスライムだったらスライムナイトに変えた方がいいかな。ちょっと経験値優先で変えよう。でキラーマシーンはだってもう普通に魔人斬りでも行くしかない。魔人斬りにかける、こいつなんもねえ。攻撃力アップ1は確か鍛えた気がする。疾風好きで狙ってもらおう。で動く石像も攻撃しかないから、であとなんか道具でね、石ころじゃなくてメタルストーンがあるんだよね。メタル系モンスターにも有効。ちょっとこれ使ってみよう。これをいけ、2疾風好き、3全部でね、魔人斬り0。なんであっち攻撃するんだよ。1やった倒した。経験値いくつ持ってんだろう。お、1万近く持ってるわ。お、いいねいいねいいね。全員普通にレベル上がるわ。ちょっとスキルポイント、ソルジャーブル、そう、攻撃力アップは1をマスターして、ウォーリアーでも魔人斬りはあるのか。もうなんかメタルを倒すのに全力を尽くしてるな。一応いい武器も覚えてあるんだよね。でスライムナイトも別にって感じだしな。動く石像も攻撃力アップはもう完全にマスターして、マッスル聖剣好きくらいまでは覚えさせる。まあいっか、とりあえず。そういえば小さなメダルを全然渡してなかったので、初めて見るねって言ってるし、メダルを持ってるなら素敵なものと交換しちゃう。10枚、3枚で破毒のお守り、5枚賢者の聖水、10枚メタルスライム、イエーイ。でメタルスライムレベルは10か、ちょうど配合できる感じだね。ヒットポイント5。所持スキル火の心持ってんだ。メラ系覚えさせるのはありだな。あと10枚でポップスターで、スライムナイトとメタルスライムでメタルライダーができるんだけど、ちょっと待って、メタルライダーできるんだけどさ、メタルスライムのヒットポイントが低すぎて、これヒットポイント超低くなるんじゃん。もともとメタルライダーもヒットポイント低いしね。一回メタルスライム誰かヒットポイント高いやつと掛け合わせてからの方がいいかな。まあ、適当にメタッピーと掛け合わせてメタルスライム、ヒットポイントは47。まあまあまあマシになったな。ちょっと鍛えよう。だから連れてく。誰を外すかって言ったら、まあシルバーデビル外すかな。一旦これで出場するか。じゃあちょっとエクサアリーナ進められるとこまで進めていきましょう。 D、 はい、それでは第一
メタルライダー、そしてベホマスライブ結構スライム、結構ってか全員スライムだな。一応こっちもね、回復要因でベホマスライム入れて、灼熱要因でドラゴスライム、アタッカーのキラーマシーン、ディフェンダーの動く石像っていう感じですね。サンドブレス、ダメージはいいよね。スクルト唱えてきたか。こっちはベギラマ、あ、結構食らう。第一弾、うん、やっぱキラーマシーンマジ強い。それでは第2試合やっちまえ。はい、なんか骸骨系が見えたな。あー、骸骨剣士もいるのか。でもまあ狩猟の騎士とかだったら、いけ、灼熱で焼き尽くす。であとは残ったのを掃除。まあまだまだ全然余裕だな。さて、いよいよこれが最終戦だぜ。お前ら準備はいいか。いくぜ、やっちまえ。はい、あれ、動く石像が見えたぞ。 Cランク帯のモンスターで来るか。あ、溶岩魔人か。闇の息、攻撃で食らわん。動く石像はね、マジで硬い。それはでも相手にも言えるか。そんなことなかった全然ダメージ取ったわ。出場するか。そのまま C クラスに行きましょう。 C くらいまではいけるかな。それでは第1試合やっちまえ。まあ、ベホマスライム入れるよりアタッカーで例えば威力2人いれば押し切れそうな気がするんだけどね。多分そっちの方がいいんだろうな。うわ、早い、先手を取られている。魔人斬り、灼熱やって効かねえだろ、どう考えてもあいつに。でもう1回こう灼熱系が打てるやつがいると、もうそれで肩がつくから。でもキラーマシンの攻撃もね、全然強いし普通に。まあ2ターンでなんとかなるかな。輝く息をね、まだ覚えさせてないんだよね。だからどうしても一番右のフレームが残っちゃうけど。サミダリギリ、なぜ単体にサミダリギリをやるのか。それでは第2試合やっちまえ。はい、メタルドラゴンっぽいのが見えたな。あ、メタル系か。いきなりピオラ、灼熱で焼けるか。お、まあまあまあ通るな。キラーマシンもね、そこまで速いわけではないからな。稲妻、うん、まあそれなりだな。こいつが2回攻撃してくれるとめっちゃいいんだけどな。まあまあまあ、でもブレスもう1回やって終わりでしょう。お、使ってきたか。期間ってか、デホマスレイムはそこそこ食らったな。サミダレ切り、なぜか最後にサミダレ切り。さて、いよいよこれが最終戦だぜ。お前ら準備はいいか。いくぜ、やっちまえ。はい、んー、ちょっと敵分かんなかったな、一瞬だったから。あ、地獄の門番がいる、欲しいな。シャドウサタン、スライムジョーカー、ちょっと強そうだよ。ゲッザキ、お、死んだよ。大丈夫だ。マヌーサー、いやー、かかったか。キラーマシーンマヌーサされたのが痛いな。そして結構ギガブレイク当たる。あ、当たった。ギガブレイクはミスしないっていうか、普通に攻撃してるし。ミス、動く石像はダメか。ただ次またプレスやって終わりでしょ。 B もいけそうだな、これ。解消解消、全く笑いが止まんねえよ。これは C クラス優勝の賞金だぜ。経験値の賞、ハグメタ、次のランクにも出てくれるんだろ。経験値がそこそこ得られる本、あれ、なんか4つ持ってるぞ1個メタルスライムに使ってみる。1、10、100、1000万、え、すごくね。
ヒットポイントどんだけ上がる、11しか上がらないか。もう一回配合した方が良さそうだな、これ。出場するか。よし、このまま B クラスにも行こう。それでは第1試合やっちまえ。はい、強そうなのがいたな。多分 L サイズか。ドラゴンコープス。いや、もう全然知らん敵だな、ここら辺は。凍える吹雪。凍える吹雪か。まあまあまあ。敵の方が早いな、基本的に。灼熱がめちゃくちゃ通る。ドラゴスライムさえ生きてればなんとかなる。まあ、最悪、キラーマシーンもな。100くらいの火力にはなる。うわ、独特ボディ。クレツタ2回。さあ、もう一旦耐えれば。闇の息でどれだけ食らうか。ガー、落ちた、キラーマシーン。ゲー、落ちた。やばい。先手を取られて負ける。 B は無理か。危険すればなんか金も返って。ベレーノみたいな。なんだこれ、毒攻撃回復。これは危険しとこう。ちょっと B クラスはきつかったな。炎の神たる伝説の魔鳥よ。そんなわけで神殿の最王軍、この祈りの場に我見栄を捧ぐ。そこなる魔族どもも我が炎を所望か。まとめて爆炎の彼方へ葬り去ってやる。来ます。ドレンガ。アンドレアル系っぽいけどどうなんだろうな。あ、メンバー変えてねえわ。どうしようかな。ベホマスライムをちょっとソルジャーブルあたりに。攻撃力はそれね200で、キラーマシン275か。やっぱキラーマシン強えな。剣豪のスキルでだいぶ上がってるからね。50くらいは多分攻撃力上がってるはずだから。でちょっとドラ、いや146あれば息吸い込まなくても片付けられるか。サンドで159。第一弾激しい炎押し切ろう。でアモールの水使っとけばなんとかなるっしょ。まあ50くらいだけど全然大丈夫。呪文封じ、毒の息。ゲー、みんな毒った。いくつ減る。痛い、まあ、大して減らないな。自動ヒットポイント回復の方が高いし。サンドブレス。もう封じられてるから肉弾戦になってんな。肉弾戦であればこっちは数の暴力でいける。命中率も減少。なんでこあいつあんなに。なんかの特性か。あ、やばい、キラーマシーン最悪だ。休みでも毒になるし。ちょっとそろそろアモールの水打っとかないと危険か。これを闇の息食らわないな。闇の息は毒ってダメージにはならないもんね。重ねかけにはならないから特に痛い。経験値は5000か。私を倒したことは褒めてやろう。しかしながら言って遅かったようだな。ブラッドフロー様、極炎鳥ルタガルーダ、ここによみがえれり。儀式は
完了したのだ。え、連戦とかやめてよ。それはやめてほしい。あ、飛んでった。どっか行ったね。あいつどっか行っちゃったんだけど。くそ、くそ、なんということだ。私を仲間にしてくれないか。ありがとう。あれ、ブラッドフローは普通に仲間なんだ。炎の戦士、名前付き、ランク C か。ランク C はいい素材だからな。じゃあ次の中級は甘味楼も3だし、竜神殿も3なんだよね。まあ左にある甘味楼からいきますか。ちょっとその前に配合を行いたくて、ソルジャーブルーを攻撃力2を使いたいんだよな。だからまあぶっちゃけ誰でもいっちゃ誰でもいいんで、ランクの低いやつをくっつけちゃっていいかな。リップスでもう一回ソルジャーブルーにします。いや、なんか下がりそうだな。まあいいや。攻撃力アップ2をつけて、で1もつけようで、プラスして1個なんかつける。息吹かウォーリアーかって言ったら、じゃあウォーリアーだな。よし、これでいきましょう。でソルジャーブル、爆弾岩をベースに氷河魔人と溶岩魔人が作れるので、ちょっと溶岩魔人を作ります。氷河魔人はもうすでに作って、でもう一回爆弾岩とっ捕まえてきた感じですね。火炎守備力、どうしよう。消費マジックパワー半分って結構いいかもな、実は。まあ、そこまで覚えさせるかわかんないけどね。これで溶岩魔人で、スタンバイに作った氷河魔人がいるんで、誰外そう。メタルスライムレベル上げたいしな。ドラグスライムはもう息でブレスマスターで戦力だから、ちょっとベホマスライム一回外しちゃおうか。よし、これで溶岩魔人、氷河魔人をちょっと鍛えていきます。これゴールデンゴーレムになるのかな、ちょっとわかんないけど。ちょっと経験値の書ハグメタ使っちゃいましょう。レベル1の段階からどこまでいくんだ。レベル17まで上がるのか、結構いいな。氷河魔人と溶岩魔人に1個ずつ使おう。もうこういうのはね、どんどん使ってった方がいいんで。どんどん使ってった方がいいとか言いながら元気玉残してるからね。でもそれはハグネメタルとか出た時に使っていった方がいいでしょう。で1万って多分もうハグネメタルとかが出てくるようになると、まあ別にっていう感じになると思うから、まあこの段階で使っておくのがいいかなっていう感じです。スキルだけちょっと割り振りを見てみるか。一応吹雪、氷の域まであって、で火炎、吹雪と火炎でなんか組み合わさらないかな。ちょっとそこら辺は調べてからにしよう。これは火の心、火の心もな、なんか上級のスキルになるのかならないのかがちょっと分かんないんだよね。マジックパワーアップとかは、まあ、上級スキルになるんだろうけど、ちょっとそこら辺調べないと本当にスキルポイント無駄になっちゃうからね。なので結構貯めてるやつが多い。動く積層とか、なんか誰かとくっつけようかな。こいつも攻撃力アップ2をつけよう。甘味楼中級。じゃあとりあえずチョコ系のモンスターがいいな。気づいてない、チョコタワー。キランコーもここで出てきてるか。まあ実力のほど、このコンボで倒せるね。でソルジャーブル10。オッケーオッケー。よう、よそ者が俺たちの魔界の支配者を目指してるなんざ気に食わないと思わねえか。どうか俺
よそ、ここなら誰も見てねえ。来ます。こいつらは少し歯ごたえがありそうだな。ボストロールいるしね。と言っても、もうそのまま光の息を吐いて、キラーマシンのマジックパが全然ないんだよね。殴るしかない。でもうちらアタッカーメンバーできてるから、いやイオラ強い。地響き、やべえ強え。マージン切り、やばい、やられる。いやこのままガンガン攻める。身代わり全部を引き受ける。え、最後の息吹、攻撃力、え、めっちゃ上昇してるやん。しかし火力メンバーの前ではやばい、やばいです。キラーマシンが落ちた。でね、世界樹の葉をなんか手に入れたんだよな。2個ある。よみがえれキラーマシン。バイシオンなんて唱えてくんのかよ。灼熱の前に無力だったな。いやキラーマシン死んだけど。やるしかないわね。ここボス戦でいいのかな。ロッドの守り人で基本的にもう回復客がいなくなっちゃったからゴリ押しチームなんだけど大丈夫かな。とりあえずバーハしかないか。じゃあルカニオンでロッドの守り人、こいつを下げておくか。下がれ。よし、守備力減少した。サンドブレス。あー、まあまあまあ、先に取り巻きだな。ネーム攻撃やばい。ギガブレイク、何、取り巻きも結構強い。倒した。攻撃はやっぱ通るな。ちょっと回復しておくか。回復はもう道具に頼るしかない。ソルジャーブルー、これを遠く薬草でサンドブレス入って多分左のムーンフェイス倒せるでしょ。 OK で命中率減少。このまま殴る。甘い息、結構要手を使ってくるな。で3人寝たんだけど、ゲー今のって寝てる時大ダメージっていう感じだけど、そんなに食らなかったな。このまま攻めよう。キラーマシンやっぱ強えわ。普通に使える。さっきのなんか中ボスっぽいやつの方が強かったな。彼女たちを仲間にしてあげてはどうでしょう。え、これはどういう仲間。ありがとうございます。お、本当。おお、普通に仲間になるわ。モンスターとしてナイトリッチ L サイズか。合成要因だな。ムーンフェイスも仲間なんとかよ。ランク C いいね。なんかボス系のモンスター最初仲間になんないっていう感じだったけど、なんか最近仲間になりだしてんな。ではスタート地点の玉座に戻りましょう。老いぼれと甘く見るでないぞ。おとなしく死ねえ。死ぬのはお前だ。そうだよね、ボスさっきのやつじゃないよね。あ、こいつらも引き連れてんのかよ。バイキルと薬買ってくればよかったな。ルカニオンがまだあるから、どこ下がれ。よし、守備力減少。サンドブレスで、お、命中率も減少。ギガブレイクでまずは大ダメージ当たり。おお、スクルト入る前でよかった。もだって上手、炎のダンス。てか動く石像すんげえ食らったんだけど。回復を一回入れておくべきかどうしようかな。アモールの水ってもう大してレア度低いからな。ガンガン使ってこう。で光の息返されたプレス反射、最悪なんだけど。しかも混乱したし。キラマシン、君が頼りだ。ゲッ、バイシオンも唱えてくんのかよ。
は呪文反射とかおだて上手、なかなかいいスキルだな。危ね危ね、ブレスこっちに吐かれたら危険だもんな。目玉にダンス、やべ、めちゃくちゃ混乱してんだけど、痛いです。どうしよう、混乱、キラーマシーンが混乱しちゃってるかな。なんか直すやつ、目覚めの針、キラーマシーン、ほっ、ほら、いけ、2回、よし、痛い。炎のダンス、これ結構食らうんだけど、動く石像が、てかみんな食らうんだけど、回避率まで上昇してやがる。ここはちょっと危険水域に入ってきてるから、世界中の雫使っちゃおう。1個しかないけど、これを攻撃、ブレス反射されっかんな。あ、世界中の雫もったいなかった。ヒットポイントあんまり高くないよね、ボス系。効果力でいけばすぐ倒せそう。よし、これで名前が知れ渡ったんで、また仲間にしていこう。ちょっともうメタルライダー作っちゃおう。いい加減、スライフライトもレベル35だしね。だいぶ使ったな。あれどこだ、メタルスライムちゃん。あ、いた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 。76までになってるから、初期値で150くらいはあるかな、150ないくらいか。でそっからヒットポイントがどれだけ伸びていくか。まあヒットポイント1じゃないからね、伸びが。ではもうこれでくっつけちゃいましょう。あ、スライムナイトだけでも、でも300近くあるのか。150180くらいはあるかな。ジャスティス、えすごくない、ベホイム、ベホマラ、ギガブレイク、マダンテがある。まあマダンテはちょっと使わないとして、ベホイムとベホマラ、そしてギガブレイクはマジでかいぞ。で最大マジックパワー32もあって、多分メタルライダーってそんなにマジックパワー伸びないから、このプラス32はかなりでかいな。ジャスティスつけよう。で、あとは、え、騎士道どうしようかな。やっぱバイキルトは欲しいんだよな。騎士道入れとくか、バイキルト要因で。あともう一つか、攻撃としては灼熱弾あってもいいよな。火の心はメラミか。あ、でもこれでバイキルト覚えられんのか。ちょっと騎士道外すか。どうせこれでベホイム覚えられるから、騎士道じゃなくて火の心にしてバイキルト覚えよう。てかまずジャスティスで、120使わなきゃいけないのがきついけど、でプラスして、あ、マジックパワーアップいいかもね。じゃあ多分ここまで回らないけど、よし、これでいこう。誕生メタルライダーで、あとちょっとドラゴスライムもいい加減変えちゃおう。F ランクでよく頑張ってきたよ、37レベルで。誰と変えるか、誰に変えるかか。一応候補としてはダークキングはありな気がするんだよな。マジックパワー多いやつがいいからね。それを考えると、そう、氷河魔人とヨガ魔人だけでゴールデンゴーレムにはならない。そんな単純な世界ではなかったです。あー、これ作れるな。なんだっけ、スライムジョーカーみたいなやつ。マジックパワーが4で、素早さも3あるからな。ちょっとこれに変えちゃおうかな。ナイトリッチちょっともったいない気がするけど、でもちょっと使い道わかんねえから、これにしよう。いや、ドラゴスライム今までよく頑張った。アクロバット、グランドクロスがある。あー、でも結構攻撃系が多いな。あ、稲妻、あ、攻撃系と、攻撃系っていうか物理系とマジックパワー系がまあうまく融合してる感じかなって。ブレスマスターはちょっと取っておこう、必要だしね。マッドキラーって何。あー、完全にあれだな、物理だな、物理アタッカーだな。ってことは混乱ガードにしとくか。
いや頑張ったよドラゴスライム、スライムジョーカーになりました。じゃあメタルライダーはとりあえずギガブレイクまで振っとこう。マダンテはちょっといらないよな。で火の心を倍キルと目指していくからマジックパワープラス4っていうのもあんな。まあ1回触れるところまで火の息まで振っちゃうか。よし OK。 まだレベル1だからねこいつら。で氷河魔人と溶岩魔人は一応氷河魔人の吹雪をマックスにして、溶岩魔人も火炎をマックスにしたんで、これ多分次に行けるはずなんだよね。じゃあ流神殿の魔界の中級に行きますか。流神殿の魔界中級、というわけで、あ、ストーンマンとか、あれし、ボーンナイトか。いや、ストーンマンね、マジで欲しいんだよ、今。ストーンマン動く石像に変わっちゃって。で、ゴールデンゴーレムを作り出すのに、ストーンマンがね、4体素材で必要なんですよ。ここでストーンマン手に入れば、多分、いけるかな、ゴールデンゴーレム。という感じで。じゃあ次回はここの流神殿の魔界やっていきたいと思います。目標はゴールデンゴーレムを作り出すこと。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。